皆さん、こんにちは。北海道留学センターの東出です。本日はですね、オーストラリア国内6キャンパスあります、レクシス・イングリッシュ。こちらのですね、日本・台湾マーケットマネージャーをされてます、山口和歌子さんに、こちらのレクシスについて今回はいろいろとご説明していただこうと思います。では、和歌子さん、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。今のご紹介に預かりましたレクシスエデュケーションというグループのマーケットマネージャーをしております山口と申します。オーストラリアには2007年に来てもう13年目になってきました。で、今日は私の働いているこのレクシスエデュケーション、その中のレクシスイングリッシュという学校についてぜひご紹介をさせていただければと思います。はい。で、まずはそのレクシスについて、この学校についてというところなんですが、このレクシスイングリッシュという学校が、レクシスエデュケーショングループというものがあって、そこの英語の専門部門となっています。で、このレクシスエデュケーショングループという中には、この英語学校があって、あとはレクシストレーニングという専門学校、ビジネス専門学校ですね。ビジネス専門学校があったり、あとは、韓国語を教えている韓国語学校が韓国にあったり、日本を教えている日本語学校が日本にあったり、で、あとは美容専門学校、あと英語の先生のトレーニングをしているレクシスティーソルという6つですね。6つの学校が合わさってレクシスエデュケーションというグループになってます。で、その中の今日はレクシスイングリッシュですね。英語の専門養成学校のレクシスイングリッシュについてお話をさせていただきます。で、まずレクシスイングリッシュのキーポイント、特徴ですね。で、私たちのこのレクシスイングリッシュという学校は、まず一番の特徴として、オーストラリア国内に6つのキャンパスを持ってます。で、またそのロケーションというのも、こうメジャーなところばかりではなくて、ちょっとこうユニークな、あまりあれ聞いたことがないぞっていう場所にあるようなところが特徴になってると思います。で、その次が多国籍な留学生ですね。で、3つ目は質の高いプログラムとプロの教師陣、先生たちです。で、やっぱり私たちはその英語教師の養成講座を持ってて、そのネイティブの英語の先生の方々をさらにこうトレーニングをするっていうようなこともやってるので、そういう意味ではすごく先生の質というのには自信がありますね。で、その次がケンブリッジ公式センター。で、これについてもまたちょっと後でご紹介ができればと思うんですが、やっぱりこの公式センターだとこうやりやすさとか得になってくることとかっていうことが出てきます。で、次がアカデミックパスウェイ、うちの語学学校に来ていただくと、その英語でおしまいっていうことではなくて、そこからまた先の専門学校とか、で、今度はその専門学校を経由して大学に行けるとかっていうような、パスウェイと言ってるんですが、そういうつながりがありますので、ここに来てもらえたら、こう選択肢が広がるというような留学ができるのも一つの特徴だと思います。で、あとはレクシス360度と言ってるサポートシステムがあって、それで一人一人の生徒さんをサポートさせていただく、これがレクシスイングリッシュの特徴になってますね。で、これらについてまたちょっとまた後からいろいろと補足をさせていただければと思います。で、またこのレクシスイングリッシュなんですが、で、この私たちのキャンパスのあるところが、ちょっとこれ今、オーストラリアのちょっと簡単な地図を使って説明をさせていただこうと思うんですが、キャンパスがあるのが、このクイーンズランド州、QLD と書いてあるところですね。ここに3キャンパスあります。ヌーサキャンパス、サンシャインコーストキャンパス、ブリスベンキャンパスですね。で、その次がニューサウスウェールズ州、NSW のところですが、ここに2つ、バイロンベイというところと、シドニー、
も、まあ、シドニーの中心地ではなくて、うん、その中のマンリーというところにありますね。で、もう一つが今度は逆側に行って、ウェスタンオーストラリア州 WA というところのパースですね。でここに関してもパースはすごくこうもう日本の方にもお名前は知っていただけている場所なんですが、このパースの中心地ではなくてちょっとあの30分ぐらい行ったビーチ沿いにあるというこの合計 1,2,3,4,5,6 キャンパス、はい、がレクシスの場所になっています。やはり、まあ、オーストラリアの基本的な良さとしてはあの日本からの時差があまりないです、うん、でクイーンズランド州で言えば日本との差が時差プラス1時間なので日本よりも1時間先に進んでますし、でウェスタンオーストラリアであれば同じ1時間ですが日本よりも1時間遅い形です。でニューサウスウェールズ州に関してはあのプラス1時間の時とプラス2時間の時ですね、うん、あのサマータイムがあるのであの4月から9月に関しては日本より1時間だけ先を言って行っていて、うん、で例えば今なんですがこの10月から3月の間に関しては日本よりも2時間先にいるという形ですね。ただいずれにしろ時差が大きくないので、うん、本当にその日本のご家族とのやり取りだったりだとかでやっぱりその留学っていうのは自分はしたいっていう気持ちで行くので結構大変なことがあったりしても頑張れるっていうことはあると思うんですが、やっぱりその日本のご家族とかお友達とかね心配をしている方々もいますし、でその方々をいかに安心させてあげられるかっていうのも留学の一つの大切なところだと思うので、うん、そういうところについては時差が少ないと連絡がリアルタイムでしやすいとかっていうメリットはあるのかなと思いますね、うん、ですね、はい、はい、でその次ですね、でちょっと特徴のところでもお話をさせていただいたんですが、あのレクシス の, あの特徴の一つの中に多国籍な学生が集まっているというのもあります。でこれはあの、まあ、一つ一つのキャンパスのことも一応書いてるんですが、レクシスイングリッシュの6キャンパス全体をまとめて見てみると、うん、大体ヨーロッパからの学生が 40%、うん、その中でもスイスの学生さんが非常に多いです。でその次がスペインですね、でアジアが大体 22% ぐらいで、まあ、やはりメインはまあ日本、韓国、台湾という形になってきます、うん、そしてミドルイースト、中東系ですね、うん、からも生徒さん来てくださいますし、あとはサウスアメリカ、ブラジルとかコロンビア、アルゼンチン、そういう世界中から多くの生徒さんに来ていただいています、はい、でやはりこの多国籍な留学生という特徴なんですが、うん、やはりその多国籍の良さっていうことの中にはもちろんそのいろんな国から生徒さんが来てるから友達が世界中にできるっていうことももちろんあります、うん、ただやはりあとはこう留学を目指す方の中には、特に例えばこう将来外資系で働きたいとか、うん、例えば海外での就職をしたいっていうことを目標にしてる方っていうのも結構たくさんいらっしゃると思うんですね、うん、でそういう時にその外資系企業とかこう海外の多くの企業とか、または日本の企業だけどそういう海外の企業を相手にしてるっていうお仕事、あの会社っていう場合はその会社の中にこう一つの国籍の方しか働いていないっていうことはまああまりないと思うんですよね、うん、結構さまざまなバックグラウンドを持つ方々がいて、いろんな国籍の方々がいてっていう環境の中で働くときに、英語っていう共通言語ができるのはもちろんなんですけども、そういういろいろな国の方との共通点とかで、例えばこういう方々と昔語学学校で友達だったからこういうことを知っているっていうような知識があるっていうこともとても大切になってくると思います、うん、なのでそういう中でこういう語学学校多国籍っていうのはある意味そういう環境を一足先に体験ができる貴重な場所っ
ていう形にもなってくるので、こういう多国籍な環境の学校で勉強してみたい、ちょっとそういう準備をしてみたいっていう方には、こういう国籍割合というところで選んでいただくのも面白いのかなと思います。はい、であとはやはり学校という場所は、その英語をもちろん学ぶ場所っていうのが一番ではあると思うんですが、情報収集をする場所だったりだとか、例えばお仕事とか治安とか、そういう情報収集の場所にもなりますし、うん、あとは知り合いが増える場所でもあるので、やはり海外に住む上でそのコネクションを強くするっていうのは大切なので、そういうことができる場所だと、語学学校の役割はそういう役割もあるんだぞっていうところをこう考えていただけるとすごくいいかなと思いますね。はい、